兄のアロイスと弟のアルフォンスによるドイツのピアノデュオ。記事はドイツ西部、現在はノルトライン・ベストファーレン州に属するベストファーレン地方のイーザーローンでケルンとハンブルクで教育を受けた。最初の公開演奏会は1949年で曲目はストラビンスキーの2台のピアノのための競争曲。1955年には ドイツ放送国際音楽コンペティションのピアノディオーショーを獲得する。1962年からは兄弟でダルムシュタットの現代音楽のための国際歌器講習の講師を務める。古典から現代曲まで幅広いレパートリーを持っている。さらに年少の弟のベルンハルトを加えて3台のピアノで演奏することもあった。録音は主に ドイツグラモフォンから多くをリリースしている。シューベルトの連弾曲、ブラームスのハンガリー部曲集やハイドンの主題による変奏曲とピアノ五重奏曲の詩で版、ラベルやドビュッシーの詩で曲など。また、多くの作曲家から初演を委植されている。主なものは、ルチアーノ・ベリオ、シルバーのブッソッティ、マウリシオ・カーゲル、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ルイス・デ・パブロ、 ベルント・アロイス・チン・マーマンなど。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますアロイス・コンタルスキーに関するカテゴリー、アルフォンス・コンタルスキーに関するカテゴリー。ありがとうございます。